しょうや男三兄弟。コーダお疲れ様。お疲れ様。ちょっとドキドキしてる。何やろ。いいお知らせと悪いお知らせ。まあいいお知らせでもないな。このさ、あ、漢字テストね。うん、漢字テストさ、10点。うん。でもこれ笑い事じゃなくて言ったらな、10点と逆に言うと60な、うん、60点80点ってこうあるやんか、うん、この10点ってなんで10点になるんかなって。で学校で大体先生に聞いて、何点ぐらいが平均なんですかって言ったら、意外と100点取ってる子多いらしいよ、うん、ちゃう俺やん。意外と大体クラスの7割ぐらいが100点取ってるって聞いてんねんな。でその中で10点って結構やばいと思うよな、うん、これなんで10点になった。勉強してへんから。勉強してへんからよ。この漢字テストってさ、宿題で前の日にやってそれが明日テストに出るよとか言われる、うん、そういう感じちゃう。1日後とか次の日とか。じゃあさ、なんでできてないの。そこをよく考えた方がいいと思う。だから今さっき言ったように60点80点の時もあるわけや。でも10点の日もあるわけや。ってことはその10点の日は何があったんかなと思う。よく考えてみて、自分の中でそれを直せばいいってことやろ。まずちゃんと勉強できてん。その10点やった時ってさ、宿題していかんかったの。いったん。どっち。宿題していった。いってんねんな。宿題はしていってんねんけど10点やねんな。例えばやけど環境っていうのあるよ。ここに集団がいたとか、ここで雄大がテレビ見てたとか、いろんなことがあるよ。だから集中できてないのかとか。それやったら どこ何があったの、その全然できてない日って。テレビか。テレビついてたところでやってたってこと。うん、まあ別にいいねんで。それはそれで、うん、それがわからんかったらさ、結局ずっと高台そのまんまになるから、それを考えようかなって一緒。同じテストが出る、大体宿題と全く同じやろ。それはちゃんとさ、だって全く同じテストが出るっていうのは簡単やろ。明日ここテスト出るよって言われたら、その日の宿題はどうしたらいいと思う。頑張って頭に入れる。そういうこと。頭に入ってなかったら頑張っても意味ないよ。1問解いたら次2問目いくんや、うん、で2問目いったらもう一回1問目からやるんだ、うん、で2問目、うん、で3問目いったら1問目2問目3問目ってやる、うん、パッと入ってきたんや、うん、宿題したほうがいいけど横に携帯置いてる時ある、うん、お前携帯見ながらやってたりするやん、うんうん、だからそのためにお父さん携帯買ったんちゃうで、うん、それなら携帯没収すんだよ、うん、なだからそれは約束してくれる、じゃあ宿題するときはまず要因を一つずつ減らしていかなあかんけど、まずじゃあ一つ目、宿題するときこの部屋には、はい、行かん方がいいと思う。じゃあ来ていいねこの部屋でいいね、この部屋でやったらいいね。別に部屋閉じこもってやるとは言わへん、うん、テレビは見ません。そうやろ、当たり前や。それは宿題終わったら見ていいねんから、うん、遊びに行ってもいいし。携帯は見ません。 OK、それは約束できるやろ。さすがに10点はあかんて。マジで10点はやってないだけやもん。やればできてんのに80点100点取るために難しい方できてんのに、なんで簡単な方できてないの。はい、やってないだけですけど、できてないだけです。わかる。ほんまにお前がアホで10点しか取られへんやったら、ちょっと頑張ってもうちょっと考えようかなと思う。家庭教師つけたりとか、例えば集中できる環境を完全に作ったりとかするけど、ガッチガチはいいやろ。わかる。あと高台がもう一個まだ分かってないことがあるけど、この部屋から排除しなあかんやつがおる。集団雄大。そうや、これが一番の天敵やん。兄弟という、あ、いいことでもあり、うんうん、悪いことでも。だってさ、集団と雄大がここでやっとったらお前どう
集中できる。できんやろ。できるわけがないやん。じゃあ秀大と雄大には言うとくわ。高大が宿題するときは絶対にお父さんの部屋に行きなさいと。まだ部屋あるのマシやん。まあまあ今でも雄大高大と話あるから言うから、うん、あいつリモコンプロ並みに操作してる。YouTube 見てるやろ。見てるやろ。お母さんおらんの怖いとか言うのにさ、うん、こういう時全然平気で2時間でもさ見てるやん一人で。すごいよ。でもできるやん。なんかよかったよ。ちょうど高大これ覚えれるのっていつや、いつなの決めたら集中できる時間、うん、いつなの。帰ってきてすぐ、帰ってきてすぐ集大を違う部屋に移す、うん、で、ラウンスル下に置いてそのまま行くの。うん、まあそれで秀大覚えてるからちょっとまた考え確認するけど、秀大はほんまにちょっと確認する、うん、確認するけど一応高大から解決は、そうだ、高大、うん、うん、そうしよう。だから秀大はよその部屋に移す、まずこれは言うとくわ。で雄大は後から保育園迎えに行くから OK、うん、で携帯とテレビでこの部屋から誰も排除する。分かった、うん、おらんくする。でお母さんだけ OK。 分かった。で、こうだ、お父さんおってもあれやん。なあなあお父さん。なあなあお父さんって宿題してる最中にもさ、大人にも喋りかけてくるやんか。どうした何何頭痛いやんか。頭痛い。考えすぎてる、うん。でも、ちゃうで。でも、一個だけ言うで。ほんまにエグい親やったら、なんで出てたでんのほんまにおんで。わかる？おんでおんで。やれる方法やって、それでも足りひんかったら、お金の力や。世の中お金や。塾行こうが家庭教師しようがお金の力で解決しよう。もうそれしかない。スーパー家庭教師、スーパー家庭教師、そうや。分かった。でもそれするより高台のが楽しく小学生として外で遊べて、遊ぶのも大切やしな。そうそう、なるべく時間は取りたくない。やっぱ遊ぶ時間を減らしたりとか、高台の好きな時間を減らしたくないから、これ頑張って。高台今この話聞いてどう思った。自分であかんなと思った。素直やん、うん、そう、あかんなの、うん、だからしっかり改善して、うん、で、ほんまに困ったりやっぱりこうしたいなと思ったら、そうそう、相談してお父さんと。あ、その方がいいわ、うん、うん、もう、あかんなと思ったら言うておいて。はい、分かった、一緒に考えよう。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、お疲れさん。はい、せーの、バイバイ。さあ三兄弟、三兄弟、大きい声で三兄弟、三兄弟。